はい、おはようございます。今ね、8時53分。さあ、ここはね、国道23号を走っております。ただいま11月の19日火曜日。はい、なんとね、今伊勢湾岸ね、大渋滞しております。半田からね、こう来たんですけど、伊勢湾岸がね、だいぶ渋滞してたので、ちょっとね、今豊明までね、ちょっと下道で来て、まあ、ここから乗っていこうかなと思うんですけど、まあ下も下でね、結構混んでます。まあ上が混むと下も混む。まあダメかな、どっち行ってもね一緒かな。知多半島道の大高で出口で降りてね、本来ったら伊勢湾岸で乗り直すんですけど、今ね、豊田南までね、結構車線規制でね、大渋滞してるので、今下で来たんですけど、下も下でどっちもどっちかな。なんとも言えないこの微妙な感じになっております。とりあえず朝のね、まあ時間帯なんで、まあ仕方ないんですけど、上も上で詰まっとるろうな、多分。まあ、今回はね、ちょっと渋滞の、はい、感じをお楽しみください。今からね、新城の方に向かっていくんですけどね、こりゃ上もダメだ。よっしょ、入れさせてくれ、入れさせてくれ、ありがとうございます。よいしょ、さあ行きましょう。まあ見ての通り、一番追い越し車線ね、右車線、だいぶどこやったかな、名古屋南ジャンクションからトヨタジャンクションまでか。今ね、集中工事でずっと車線規制してるんですけど、もうね、最近はね、朝はずっとこんな感じです。結構ね、新城向かう時ね、まあ結構かかっちゃうんですよ。まあ30分ぐらいロスしとるかな。まあ朝の時間とね、かぶっちゃうもんでね、まあ渋滞しちゃうんですけどね。まあ朝はね、車多いし、トラック多いし、でこれでね、事故があると最悪。前も一回ね、事故かなんかでね、結構渋滞ひどかったんでね、もう大変でしたよ。あ、でも無難にね、
流れてくれればもう同じです。はい。流れさえすればね、ある程度遅くたっていいんですけど、止まっちゃうとね、時間がどん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 過ぎちゃうので、まあこれもね、トヨタ南まで、我慢。まあさ、あれですか、トヨタジャンクションまでね、東名まで我慢。今ね、気温が、外気温はね、12度。はい、もうね、上着がいる時期です。朝はめちゃめちゃ寒かった。ハンダで下ろした時はね、もう結構これ着とってもね、上着着とっても寒いわーって感じでしたけど。今ね、トラックの中は結構あったかいんですよね。まあ、結構ね、なんていうかな、こう密閉状態やし、まあ、ガラスと相まって中があったかい。これ脱ぎたくなるんですけど、外出るとね、また着なくちゃいけないので。このまま来ております。さあ、どこまで、流れが復活してくれるか。まあ今50キロで撮るんで、まあいいでしょうけど、結構ね、もう最近はずっと車線規制が長いので、これがいつまでって思いながら早く解除してくれって思いながら走っております。至って朝のね、この伊勢湾、やっぱアップダウンが激しいのせいか、すごいね、渋滞するんですよね。なんでね、もう車線規制とかなっちゃうと一気にこう詰まっちゃいます。結構ね、工事がなくてもね、このアップダウンだけでね、やっぱだいぶ止まったりとかするので、今言えんかった。ほんとね、至って渋滞しやすいところなんですけどね。あとトヨタジャンクションまで 9.7 キロ。はい、そこまで渋滞が続きます。一応トヨタ南でまでってなってたんで、まあ、そっからね、ぶわーっと流れるはずなんですけど、そこまでが長い。この先左からの合流車両に注意してください。よいしょ。あともうちょっとで解禁、工事が終了ならんかな。はい、ちょっと暑くなってきたな。窓開けよう。太陽がね、やっぱ入るとめちゃめちゃ暑い。
あともうちょっとで終わるぞ。終わったらね、一気に流れるんですよ。まあ、そこまでの辛抱ですけど。でもね、まあ高速道路の渋滞を回避して下道行くって言っても下も下で混んでるんでね、ほんとどっちもどっちです。1キロ5分、まあもう流れとるんでほぼほぼこっからは速度が上がってくれると思います。はい、ここで終わり。さあ、ここからはね、あと何ですかね、会長の、はい、普段通りの走りになります。やっぱね、こんなに車多いとね、やっぱ3車線から2車線だけでも大渋滞しますね。新城へ向かっていくぞ。とりあえずどうやろう、30分ぐらいやっぱかかっちゃうな、プラス。まあ仕方ないわこればっかしは。確かね、11月30日までなので、あともう少しの辛抱です。さあ、では今回は伊勢湾岸道の渋滞でしたまあね、渋滞はまってもね、なんとか喋りでなんとかイライラも、はい、解消できたから、まあ決して焦ってもね、結局渋滞はね、渋滞なんで、まあ楽しく渋滞もね、ハマっていきたいと思いますよ。この先左からの合流車両に注意してください。よし。まあ頑張ってね、ちょっと新車を積みに行きたいと思います。では今回はここまでにしたいと思います。ではまた。頑張っていくぞ。でも狭いところを行かなくちゃいけません